私どこの立ち位置なの。こっちおいでよ。よいしょ。どうもでーす。この眼帯がエッチだよね。いやエッチとかじゃないんで痛いんだよ。でも昨日はしてなかったよね。え、どうしたの？昨日の夜急に疲れちゃったんだろうね。それかなんか メイクの菌が入ったかなんか。うん、大丈夫？薬ある？うん、ある。どんぐらいでかいメバチコなの？あれ、あつ森のさ、うん、あ、そんな？え、後で見して。え、そんなんではない。後で見して。けどメイクはできない。そっか、痛い。でもすっごいね、壁に刺さる。う、誰でも刺さるから大丈夫そう。いや、そんなことないよ。別に眼帯が性癖って人別にそんなにいっぱいいるわけでは。だからさ、なんかツイッターで公にして心配かけるのもあれだったから、うん、普通に配信じゃない、オンライン話から始まって、大丈夫、どうしたのって言ったから、そう、なんか遅れたハロウィン中二病だよって言って、え、何それ、言えばいいじゃんメバチコーって。まあね、結局でも言った言ったのね。心配だって本当に755に言った。お疲れ様、オンライン話し会、うん、私は今日生写真の撮影してて、ふーちゃん電話来たよ。誰？お姉ちゃん。あ、え、24歳。待って、何があった時だ、ま、期間で言えば。期間で言うと舞台だね。あの2月から私の外の世界への挑戦が始まって、うん、まず青い鳥っていう生演奏でお送りする歌ありの朗読劇でチルチルの役をね演じたんですよ。ドラマもか。ドラマは去年だね。ああ、去年だったよ。あ、でも確かに24歳、24歳だったよ。そう、ドラマそうね、だから24歳の挑戦はドラマから始まったのか、うん、鈴木治さんの奪い合い高校教師っていうドラマから始まり、で初めて外の舞台に立ち、うん、まずもう緊張したのよ、新しい世界に。そりゃそうだよ。稽古場にもちろんマネージャーさんもいないし、一人で行かなきゃいけないし。それこそ APEX に入ってから本格的にはなんかわーって始まった年が24なんだよね。でそれを経て弥生3月、うわー見た、君を愛した30年、でその次がミュージカルマギっていう 2.5 次元ミュージカルへの初挑戦。そっか。でそこから明治座っていうすごい大きなステージでコンサートのようなあのエンターテイナーショー、あれ面白い、エンターテイメントをやらせてね、それも来てくれたね、びっくりした。で明治座すごかったよ。いや、すごかったよ。もうね、タップダンスの天才がいたりとか演出家さんだっけ、もうそういうレ・ミゼラブルっていう素晴らしい本格の本場のミュージックに出てらっしゃるあの劇団四季の方だったりとか、もう本当にあの道珍さんとかさ、ほらもういろんなすごい人がいてね、その中で結構こう心身ともにね、うってなりながら頑張ってたの。自分はアイドルだし、所詮アイドルだし、なんかこんなすごい人たちと大きなステージに立つことがすごいプレッシャーで、結構その時心身を壊してたりもねして、そうだから24歳は月一で心身を壊してましたそう、自分のキャパと合ってなかったのね。そのソロ活動でミュージカルをやることと AKB48 として活動するっていうこの2つを24歳は同時にやってたから、うん、それがオーバーワークすぎて月1で1回壊れて、うん、っていうのを結構繰り返してきた24歳でもありました。ただそうね、ソロコンもやったからね。いや本当にすごい。だってソロコンも私さ14期の10周年もあった。あ、そう、14期10周年も2公演あったし、ただ心身はいっぱい壊したけど、その度にゆうちゃんに泣きついてさ、うん、家来てもらってさ、大号泣の時あったよね、うん、いや一回やばかった、ね、珍しかったのがガチャウェーン、そうドアをゆうちゃんが開けて来てくれた瞬間にガチャウェーンだよ。すごかった。大号泣どころじゃなかったよね。もうあのもうウェーンともならない、声にもならない、なんかへっみたいな。あ、そうそう、これこれ、あ、なんか下に出ちゃってるプルプルプルってとか、うん、なんかそういうのをやっぱゆうちゃんがずっと24歳も支えてくれたし、うん、ファンの皆さんもやっぱ私がね弱音を吐いても大丈夫、なあちゃんならできるよって言ってくれて、うん、でステージを見るたびにほらやっぱりできるじゃんって、あら不思議。いやでもじゃあそれがいいのよ。なんかその上の姿はあの割と自己報告というかさ、 SNS 上なんていうの、文字だけ、そう文字だけで伝えてるからね、今配信でウェイウェイ言わないわけじゃん。それはのそんなショールームで泣かないよ。いやでもいろんな人がいるじゃない。そうね、本音言っちゃう人とか。でもショールームはやっぱ不特定多数の人が見れる場所なので、そんな泣いたりはしませんこれがプロです。
ありがとうございます。それで本番期間、その稽古期間めっちゃ傷ついてやりながら、本番ちゃんと何にもなかったかのようにやってて、それが本当かっこいいなと思うの。私はこんだけ頑張ってきました、見てくださいじゃなくて、逆にこう一個かこうなんか力を抜いてる感じ、あ見てくださいこれじゃなくて、ちょっと80分ぐらい上の段階に行ってる感じね。そう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 、一生懸命やってますがむしゃらですっていうよりかは、もう余裕のあるプロですっていう感じでできてる。どっか自分の歴を信じて、かつなんか新しく覚えたこともやりますよみたいな、そうだ、ね、塩梅がすごいかっこよかっただと思います。本当は全部出したいよ、全部本当は出したいの。ただ私は一人で活動してるわけじゃなくて、いろんな人の支えがあって、いろんな AKB グループっていう AKB48 っていうたくさんのメンバースタッフさんがあっての自分なわけで、自分勝手に全てをさらけ出すわけにはさいかないわけなんですよ。それができるのが岡田奈々なんですよ。なんかいつか将来、まあ、30とかになってさ、アイドルじゃなくなるとするじゃん。その時は全部ぶちまけてやろうとは思う。それぶちまけるっていうのは、うん、その自分の本当の姿っていうか、もう事後だもんね、いろいろと。別にあれですよ、その AKB の裏とかそういうことじゃなくって、メンバーのこととかじゃなくて、自分のこと、自分の気持ち的な見せてこなかったとか、ね、あそう、今まで本当は言いたかったけど言えなかった心のこととかをいつかはみんなに知ってほしい、人間岡田なって本当はこうだったんだよっていうのをめっちゃ面白くないですか。だって今までさ真面目ちゃんみたいになっててさ、それで今はその変態さんみたいになっててさ、変態って言われるね。でもこれでもさ、言いたいこと言ってますよって言いつつまだ隠してる部分ありません。七変化すぎるでしょ。だからそうね、24歳はかなり挑戦もして、ありのままの自分もさらけ出して、いろんなものと引き換えに頑張れたっていう1年だった。そうだから挑戦を続けていくと思います、今後も。いいと思います、うん。